こんにちは。今回紹介するのはウルトラ怪獣500よりキングクラブとバラバです。まずはバラバの方から紹介します。もともとはウルトラマンエースに登場した、殺し屋鳥獣ですね。可動は、両腕と尻尾とそれと腰がこんな感じで回ることができます。あれ、取れちゃった。それではウルトライブしてみます。続いてこちらはウルトラマンエースに登場したキングクラブです。これがおもちゃとしては両腕の可動と尻尾の可動と、腰も多少こうやって回すこともできますし、顎もこうやって回転させることができて、他のウルトラ怪獣装備よりはちょっと遊ばせることができますね。そして今回のキングクラブはちゃんと原作通りに顎が右と左で左右非対称になっているのがうまく再現されています。それでは銀河スパークで読み取ってみます。ウルトライブ、キングクラブ、キングクラブ。90年代に実はこの2体とも商品化されてたんですけれど、やっぱり長いことまた絶版になって、今回のウルトラ怪獣500シリーズでまた再び、商品化されました。この2体は結構原作再現度が高くておすすめですね。実はこの2体の鳥獣にはある共通点があるんですけれど、それはまた次の機会に紹介したいと思います。